外国人が驚愕した日本のお風呂だけの特徴をご存知ですか？日本のお風呂には海外の人があっと驚くような特徴がいくつもあるんだぜ。お風呂に浸かる文化があるかないかぐらいしか違いなんてなさそうだけど。いやいや、もちろんそれは大きな違いだけど、それだけじゃないんだぜ。というわけで今回は、外国人が驚愕した日本のお風呂だけの特徴を7つ紹介するぜ。視聴者の皆さんも、外国人が驚愕した日本のお風呂だけの特徴が何か予想して、コメント欄で盛り上がってくれると嬉しいわ。というわけで、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのはシャンプーだぜ。シャンプーなんていろいろ種類があるし、それぞれが違う特徴を持っているのは当然じゃない。それは海外のシャンプーだって同じでしょ？まあな。だけど詰め替え用シャンプーが当たり前なのは日本だけなんだぜ。そうなの？うん。もちろん詰め替え用が存在する国も中にはあるんだけど、ない国が結構多いみたいで、日本の詰め替え用のシャンプーの存在に感激する外国人は多いんだ。そうなのね。早速だけど、詰め替え用シャンプーに対する海外の人の反応を紹介してもいいか？もちろんよ。日本には詰め替え用のシャンプーが売ってるの？なんて素晴らしいんだ。自分の国にもあればいいのに。詰め替え用パックは他の国々やアメリカでも販売するべきだと思うよね。我々はあまりに多くの無駄なプラスチックを消耗してる。日本は詰め替え用シャンプーが売ってるから本当に大好き。これは本当にクールだと思う。日本はシャンプーの匂い用サンプルが置いてあるのも素晴らしいよね。これはアメリカでもぜひやってほしいんだけどな。購入してから匂いが微妙だったとか避けたいもんね。エコって観点から詰め替え用シャンプーが評価されているみたいね。みたいだな。それに日本のシャンプーのファンも意外といて、日本のシャンプーを愛用している外国人は結構いるんだぜ。そうなの？なんとなく日本人の髪質と海外の人の髪質って違いそうだし、合わないものが多そうだけど。その考えは間違ってないぜ。霊夢の言う通り髪質は人種によって違い、それぞれの国でその国の人の髪に合わせた洗髪量を売っているから、日本のシャンプーが海外の人の髪質には合わないこともあるぜ。やっぱりそうよね。うん。それだけじゃなくて、水質の違いで日本のシャンプーは海外で使うのには不向きだとも言われているぜ。水質関係ある？終わりだぜ。日本以外のほとんどの国は硬水だけど、日本は軟水の国で、それに合わせた作りの日本のシャンプーを硬水の国で使うと、髪がきしむ、髪や頭皮が乾燥する、色落ちしやすくなる、シャンプーが泡立ちにくい、シャンプーが水で落ちにくいなどの弊害が出てくるぜ。いいとこなしじゃねえか。うん、だから硬水の国に住む外国人には不向きなんだけど、日本在住の外国人は日本のシャンプーを愛用している人が多くて、ファンになる人も多いみたいだぜ。まあそりゃ軟水の国日本で使うなら日本のシャンプーがいいでしょう。よし、じゃあここからは、日本在住の外国人に人気のシャンプーがわかる反応を紹介していくぜ。私の頭皮はとても敏感で油っぽいです。一髪を使って髪と頭皮の状態が良くなりました。淡い香りも大好きです。一髪はこれまで使ってきたアメリカ製のシャンプーよりずっといいです。香りも好きです。髪が滑らかになり腰が出ます。リピートしやすい価格でコスパ最高です。顔メリットの薄青色のボトルを愛用してる。すごく穏やかでいいよ。一髪とかメリットとか日本人も馴染み深いシャンプーの名前が出てくるわね。いろんなシャンプーを使ってきたけど、一番良くて一番安くてどこでも買えるのはパンテーンミセラーだったね。3種類あるけど私の太くてウェーブのかかった髪には青いボトルが一番良かった。これに変えてから髪の毛がごわつかなくなったよ。日本に来るたびに買おうアジエンスのオレンジと、黄色のボトルシャンプーとコンディショナーを使ってるね。これを使うと髪が調子良くて保湿もされるから。最近ひまわりのボトルのシャンプーを使い出したけどすごくいいよ。みんないろいろ試しているのね。そうだな。逆に私たちが香水の国に行くときは、現地のシャンプーを使うのがおすすめだぜ。つまりそれだけ水質に合ったシャンプーを使うことが大切ってことね。そういうこと。二つ目に紹介するのはバスタブだぜ。浴槽のことよね。これはわかるわよ。浴槽に浸かる文化が珍しいから驚かれているんでしょ？もちろんそれも間違ってはいないんだけど、お風呂に浸かる文化がある日本の浴槽にしかない特徴ってのがあって、それを羨ましいと思う海外の人が多いみたいだぜ。へぇ、浸かるための浴槽とそうじゃない浴槽に違いがあるなんて考えたこともなかったわ。だよなぁ、私もこの違いを知るまでは、別に箱型にさえなってれば浸かれるじゃねえかって思ってたんだけど。浸かることを目的としていないバスタブは、日本の浴槽と比べると浅く、バスタブの底部が硬いから、ゆっくりと肩まで浸かることもできないし、お尻をつけて座る姿勢を保つのが辛いらしいんだ。なるほどねぇ。だから海外の人たちはお尻をしっかりとお風呂の底につけて首まで預けられ、肩までしっかり浸かれる日本の浴槽にかなりの魅力を感じているみたいだぜ。
確かにリラックスするためにお風呂に浸かるのに、お尻を浮かせたりする必要があったり、首を休める場所がないと逆に疲れちゃいそうだもんね。うんうん。だけど、お風呂に浸かる文化がない国がそういうバスタブを採用してるわけでしょ？まあな、だけど現在では、お風呂にゆっくり浸かって入浴タイムを楽しみたいって人が、海外でも増えてきているみたいで、わざわざ日本式の浴槽を家に取り付ける人まで出てきているくらいなんだぜ。そうなの？うん。よしじゃあここからは、日本のバスタブに対する海外の人の反応を紹介していくぜ。私が日本に関して一番恋しく思うのは正直なところバスタブだ。完全に浸かることができる。こっちのバスタブよりはるかにいい。うちのバスタブは小さすぎてバスタブと呼ぶのもおこがましいレベル。日本みたいに大きい風呂に入りてえな。アメリカの給湯器は瞬間湯沸かしタイプじゃないから、あのいまいましい缶桶をお湯で満たすことさえできない、4分の1にも満たないうちに給湯タンクが空になるからだ。浴槽に対する不満と怒りをひしひしと感じるわ。新婚旅行で日本で出会った浴槽はすごく良かったよ。西洋スタイルの浴槽だと、体の3分の2くらいまでしかお湯に浸からないから日本式の浴槽の方が良かったな。自分はお風呂が好きだから、日本の浴槽を入手したいと考えてる。いつも日本人みたいに思うまま全身をお湯に浸からせてみたいと無双するよ。家族が日本に住んでるから、日本に行った時に日本のお風呂に入るんだけどすごくいい。浴室全体で排水できるのが特に好き。水が外に流れてく心配をしなくていいからね。え？海外はバスタブにしか排水口ってないの？うん。実はないんだ。だから、お湯が一定の量を超えないようバスタブの側面に排水管が設置されていて、満杯までお湯を張るってことができない仕様になってることが多いんだ。そうなのね。だから海外のバス用品専門店などではその排水管を塞いで、浴槽の水位を上げるグッズが販売されていたりもするんだけど、それを使う場合は、お湯が外に溢れ出さないように細心の注意を払う必要があるんだ。海外だとお風呂に浸かろうと思うだけで一苦労なのね。三つ目に紹介するのは操作パネルだぜ。自動でお湯を張ったり、温度調節したり、お湯抱きをするときに触るあの操作パネル？そう。それって今時のお風呂なら大体ついてるわよね。ワンルームの賃貸でさえついてるところが多いと思うけど。普通のことじゃないの？うん。日本人からすると当たり前みたいになりつつあるけど海外では珍しいみたいだぜ。へえ。そうなのね。海外ではお湯張りや追い抱きといった機能があること自体が珍しいからな。え？そうなの？あ、でもそりゃそうか。シャワー文化の国なら別にお湯を溜める必要がないもんね。そうそう。まあ全く溜めないってわけではないんだけどな。あ、そうなの？うん。一般的にはバスタブの深さの3分の1程度の量のお湯を溜めて、それを泡風呂にして泡で体を洗い、シャンプーをしたら、バスタブの栓を抜いてお湯と泡を流し、最後にシャワーを浴びて体や髪をすすぐって流れで入浴するんだぜ。へえ、海外では泡風呂って体を洗うためのものなのね。そうだぜ。日本人は入浴にリラックス効果を求めているけど、海外の人にとっての入浴は単純に汚れを落とすための作業なんだ。なるほどね。この考えに変化が現れたのはコロナ禍で、家にいる時間が長くなった分、お風呂をゆっくり楽しみたい人が海外でも増えているんだ。ほうほう。だから近年では海外でも、アプリと連動させて使う自動給湯システムなどが開発されているみたいだけど、なかなか敷居が高くて誰もが手軽に導入できるものではないから、海外では最新ラグジュアリー機能の一つみたいで、セレブしか使えない代物みたいだぜ。そうなのね。あ、あと台所に操作パネルがあることも珍しいらしいぜ。四つ目に紹介するのは追い抱きだぜ。さっきのテーマの続きね。うん。さっきも言ったように海外では、お風呂に自動お湯張り機能や追い抱き機能があること自体が珍しいんだ。まあゆっくりお風呂に浸かる習慣がないなら、追い抱きする必要もないものね。そうそう。それに海外では家族であっても、お風呂の湯船を使い回すことはないから、お風呂に浸かることがあったとしても、次の人のためにお湯を置いておくなんてことはしないんだ。保温機能もない場合が多いから置いておいたとしても冷めるしな。そっか。海外での浴槽の役割は体の洗濯桶みたいな感じだもんね。日本だと体を清潔にした後に、ゆっくりお風呂に浸かるからお湯の使い回しが汚い。ってイメージはあんまりないけど、海外だと他の人が汚れを落としたお湯でしかないもんね。その通り。それに温度調節機能もないことがほとんどだから、熱すぎるお湯と水を自分でいい感じにブレンドして注ぐ必要があるんだ。昔は日本もそうだったわよね。そうだな、今は賃貸の小さなワンルームでさえ自動給湯のところが増えているけどな。うんうん。ちなみにアメリカの給湯器は、1.5 メートルくらいの大きな円柱のタンクに、あらかじめお湯を作って溜めておくタイプが主流で、そのタンクの中のお湯がなくなれば、お湯を使いたくても水になってしまうシステムが未だに多いらしいぜ。ほうほう。
システム的にはエコキュートに似てるわね。確かにそうだな。だけど、エコキュートの場合は多く使う日だとあらかじめ分かっていれば、脇増しができるし、湯切れが起こらないように、自動でお湯を沸かす自動脇増し機能もついているから、お湯残しておいてって言ったじゃない、と頻繁に喧嘩をする必要はないだろうな。そういう機能さえなくて、湯切れしてしまったら冷たいシャワーを浴びるしかないのね。そういうこと。だから日本のようにいつでも瞬時にお湯が出たり、いつまでも温かいお風呂を楽しめる本や、追い炊き機能があったりするなんてことは、海外の人にとっては夢のまた夢なんだ。なるほどねー。5つ目に紹介するのは呼び出し音だぜ。ほうほう。これも操作パネルがついているお風呂なら当たり前すぎる機能よね。うん、私の家はお風呂ができたらギラギラ星が流れるぜ。いや、それを言うならキラキラ星だろ。あ、そうだった。私の家は人形の夢と目覚めだわ。お、その音楽ってことは能率の給湯機器だな。そうなの？うん。能率は業界で初めて、お湯張りの完了を知らせるメロディーを搭載した給湯機リモコンを導入した会社で、2021年の3月には特許庁の音商標として、人形の夢と目覚めとお風呂が沸きました。というアナウンスの登録を実現しているんだ。へぇ、そうなのね。特許を取るほどだなんて。すごいわね。だろ？まあ特許を認めるにふさわしいくらいこだわった音だから当然だろうけどな。え？そんなにこだわりがあるの？うん、まず開発当時の音声 IC に入るデータ容量には限りがあり、お湯張り完了を知らせるメロディとお風呂が沸きました。の音声に使えるのは11秒くらいで、その時間に綺麗に収まるメロディというのが必須条件だったんだ。ほうほう。さらに、新商品の開発期間は限られていたから、新たにメロディを開発するのは難しい状況だったんだ。うんうん。だから開発チームは様々な音楽の中から、一日の締めくくりに穏やかな気持ちになれるクラシックを採用しようと考え、クラシックの中でも、お風呂に入る高揚感と幸福感を感じるかつ、11秒の中でテンポを早めることなく、ゆったりと綺麗に収まる曲を一生懸命選定したんだ。簡単に決まったんじゃないのね。そんなこだわりがあったとは。そうなんだよ。さらに、当時、機械音が当たり前だった IC のアナウンスに、プロのナレーターの生声を採用したり、グループ会社の従業員が弾いたシンセサイザーのメロディ音を、録音してデータ化し搭載したりと、人のぬくもりを感じるような工夫が凝らされているんだぜ。そうなのね。そこまで考え抜かれているとは、感服だわ。だけどなんで音楽と音声を組み合わせたお知らせ音にしたのかしら。別にブーとか、ビーとかでもよかったんじゃないの？それこそぬくもりがないから？そこ、え？そこにも能率の思いやりが隠れているんだよ。そうなの？うん、湯張り完了を知らせるメロディを搭載した給湯器のリモコンを、能率が発売したのは1997年のこと。家電が発達してきて便利な時代になったはいいものの、似たような放置音を搭載した家電の音が家中に溢れていたんだ。確かに家電がたくさんあると、一瞬どれの音だっけ？ってなることってたまにあるものね。うん。だから能率は、ただのブザー音ではなく聞き分けができるメロディを設定することにしたんだ。なるほどね。さらに目の不自由な人や高齢者が、お風呂をわかりやすく安全に使用できるようにお風呂が沸きました。おはじめ、給湯温度や設定温度の変更などのアナウンスを搭載したんだ。そういう理由でメロディーと音声を組み合わせたお知らせ音になったわけね。正直こんな長いお知らせ音必要？って思ってたけど、ちゃんと意味があったのね。うん、お風呂は一歩間違うと思わぬ事故につながる可能性もあるから、給湯温度などを声で知らせてくれるのってかなり重要なことだと思うぜ。確かにそうね。よしじゃあここからは、お風呂の呼び出し音に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。日本製の浴槽は満タンになると勝手に止まるだけじゃなくて、お風呂の準備ができたことを知らせてくれるんだよ。日本では自動的に好みの温度のお湯が湯船に溜まり、お風呂の準備ができたら素敵な曲を奏でてくれるんだよ。音楽でのお知らせはとても新鮮みたいね。6つ目に紹介するのはシャワーだぜ。え？シャワーはさすがにシャワー文化の国の方が発達してるでしょ。っていうかシャワーにそんな違いってあるもの？それが結構あるみたいだぜ。わかりやすいようにまず海外の人の反応を紹介しようか？そうね、お願いします。自分はシャワーを浴びながらヒゲを剃るんだけど、日本だとシャワーから蛇口に切り替えて、カミソリをすすぐことが簡単にできていいんだよね。アマネのシャワーヘッドは本当にすごい、水圧が蘇ったんだ。友達にも話したらみんなこのシャワーヘッドに変えたよ。リファのファインバブルというシャワーヘッドを、ダイワロイネットホテルで使って気に入ったから買って帰った。2年経った今も調子いいよ。わざわざ買って帰るほどいいのね。うん。水圧が海外のシャワーは水圧が弱すぎる場合が多いらしくて、それを日本のシャワーヘッドは解決してくれるらしいぜ。そうなのね。うん。さ、もうちょっとだけ紹介するぜ。お、まだあるのね。
風呂とシャワーは日本の好きなものの一つだね。日本に住んでるよ。シャワーと湯船で水温を変えられるのが近代的でいいよね。日本のシャワーはシャワーヘッドの高さを調整できるし、壁から外して使うことができるの。これならシャワーを掃除に使ったり、犬を洗うのにも使えるから生活が断然楽になる。へぇ、シャワーヘッドの高さを変えられることや、壁から外せるのは当たり前だと思ってたけどそうじゃないのね。うん。もちろん壁から取り外せるタイプのものが全くないわけではないんだけど、一般的には天井に固定されているタイプが主流らしいんだ。ああ、たまーにそういうシャワーのホテルもあるわよね。上から一気にお湯をかぶれるのはいいけど、下半身を洗うのがちょっと難しいのよね。うんうん。あと温度調節も海外のシャワーは難しいよな。わかるわかる。最後7つ目に紹介するのは浴室乾燥だぜ。ああ、はいはい。浴室乾燥はどこの家にもついてるってわけじゃないけど便利よねー。うん、これもまた日本独自の機能で、海外の人からも理にかなっていて最高だと絶賛されているんだ。そうなのね。まあ日本は小さな国で、小スペースで住居を充実させないといけないから、他の国とはちょっと違うシステムが出てきたりするのかもね。もちろんそれもあるけど、浴室乾燥のニーズが高まった主な理由は、1980年代半ば頃から共働きが急増したことや、マンションの浴室に窓のない住戸が多かったからだぜ。窓がないからっていうのは、浴室を乾燥させるためだってわかるけど、共働きが増えたことと浴室乾燥機の登場は何の関係があるの？浴室乾燥機が登場するまで、雨の日は乾燥機を使っている家庭が多かったんだけど、マンションに住む共働き家庭の場合、騒音を気にして、乾燥機を回すことができなかったからだぜ。なるほど。そういうことか。確かにマンションだと気になっちゃうわよね。うん。だからそれらのニーズに合わせて、1980年代半ば頃から浴室乾燥機が登場するようになったってわけなんだ。納得したわ。だけど海外は日本より国土面積の広い国が多いから、日本ほど家が密集してないだろうし、乾燥機でいいんじゃないの？まあ騒音問題とかだけを考えれば、乾燥機や洗濯乾燥機でも問題ないって国が多いかもな。だけど浴室乾燥機には浴室乾燥機にしかないメリットがあって、そこに魅力を感じるって声があるんだ。浴室乾燥機にしかない魅力？何かしら？それは衣類に与えるダメージを軽減できることだぜ。ああ、洗濯乾燥機だとどうしても高温になるし、機械の激しい回転で衣類にダメージを与えちゃうもんね。そうそう。あとシワなくカラッと乾くとことかな。確かにだいぶ洗濯乾燥機も進化してきてマシにはなったけど、たくさん洗って乾燥までかけると、シワシワになっちゃうのよねー。だろ？そこのデメリットをカバーできる魅力を持つのが浴室乾燥機なんだ。なるほどね。あと浴室の温度が調節できるっていうのも大きな魅力みたいだぜ。なるほど。冬場の寒いお風呂場とか辛いもんね。うん。お年寄りなんかはヒートショックを起こす危険もあるしな。ああ、なんだっけそれ。住環境における急激な温度変化によって、血圧が乱高下したり脈拍が変動する現象で、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こし死に至る場合もあるんだ。なるほど。浴室乾燥機の機能があれば風呂場を温めておけるから、その急激な温度差を防げて安全にお風呂に入れるってことね。そういうこと。よしじゃあここからは、浴室乾燥に対する海外の人の反応を紹介していくぜ。日本の浴室乾燥機能はとても理にかなっています。浴室乾燥って最高に賢い干し方だよね。浴室乾燥があれば、寒い朝も操作パネルの暖房をつけて温めてから、シャワーだけを浴びることもできるし、湿気を出すために換気も一緒に行える。実際に使った人はその便利さを実感しているみたいね。そうだな。さて今回は外国人が驚愕した日本のお風呂だけの特徴を7つ紹介したぜ。お風呂でびっくりすることなんてそんなにないと思ってたけど、私たちが当たり前だと思ってる機能って世界からするとかなり贅沢な機能だってわかったわ。うんうん。普段何気なく使っているけどありがたみを感じたよな。というわけで今回は以上だぜ。最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録やコメントなども、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。だぜ。